同時にまあちょっと謝んなきゃいけないところでもあるんですけど、うん、やっぱ松本潤のイメージってどうですか。ちょっと気前がいいみたいなところがあるんですよ、うん、でまあ大体まあそれこそ5人で飯食いに行くなんて時はもう松本潤がお店を取ってみんなで食べに行く、ね、好き勝手食べて飲んでじゃあ帰ろうって言った時にとりあえず面倒くさいから俺払うよってなる。で払ってもらった後に終わりするから。でもその時点でなんかもうどっかこの人は気前がいい人だっていうのがイメージで俺もあるから、なんかあありがとうって言ってからまだお金返してない。見た見た、あここにもいた。今ニーナの話聞いて思い出した。返さなきゃっていつも思うんだけど、あでも言ってこないんだあれ、ま、そこなのよ。そう言わないんですよ。へえ。だから俺多分リアルに何回か怒られてるんですよ。はあ。元々返してもらう気ないんじゃないですか。そう多分ね。そっか別にいいのかも。いやいや返してほしいよ。皆さんありがとうございました。